陸軍分裂行進局は、大日本帝国陸軍の行進局として、作曲、制定され、陸上自衛隊、警察の行進局として使用されている日本の儀礼局。作曲者、シャルルルルーの肖像大三次フランス軍事顧問団の一員として来日し、陸軍共同団で共弁をとっていたシャルルルルーが、当時の兵部省の食卓で作曲した行進局である。 以前に作曲していた、軍歌、抜刀隊と、不祥家をもとに編曲したもので、1886年に、陸軍共同団軍楽隊により所演された。陸軍賞制定更新曲として、官兵式で総額され、陸軍を代表する曲となった。また、同曲が、日本初の本格的な西洋音楽であったこともあり、文科省の国民学校芸能家音楽にも選定されるなど、 国民の間にも広く普及した。さらに、同曲は1943年の出陣学塗装公開で演奏されたことでも知られている。現在では、防衛省陸上自衛隊が更新曲の一つとして使用しているほか、警察庁でも警視庁機動隊をはじめ、戦後に創設された警視庁音楽隊及び各都道府県警察音楽隊により演奏されている。 陸軍分裂行進局という名称は第二次世界大戦以降に認識されるようになった通称である。作曲時の名称ではなく、それ以前には一切その名称の使用が確認されていない。上記の通り、公的な組織で陸軍分裂行進局という名称を用いるのは2007年以降の陸上自衛隊のみである。陸軍分裂行進局という名称が、いつ、 どのような経緯で用いられるようになったのかは不明である。外国語訳としては、A. アーミーディファイルマーチ不相下、独、分裂式マルシュ、フッツフーソカマルシェなどの使用が確認される。陸軍分裂行進曲を直訳した場合、A. アーミーディファイルマーチや独、アーミーディフィリアマーシュと翻訳できる。不走下を使用した前奏部は、変路単調の郵送に演奏される。 不走歌について、不走歌は、抜刀隊とは別の曲で、ルルーが日本で作曲したものを自らフランスに送り、日本滞在中の1886年にフランスから出版したものである。フランスで出版された、不走歌の表紙、日本国天皇陛下に捧ぐ不走歌日本の更新曲ピアノ用フランス軍軍学長、シャルルルルー作、1885年11月9日。 東京の宮城において、陸軍共同団軍楽隊により初演と中されている。軍歌、抜刀隊を使用したトリオ部は、派短長で始まり、派長長に転じて終わる。編曲によっては、都短長で始まり、派長長で終わる。短長の清掃な印象の曲が次第に力強く展開して、長長の後半部へ繋がれていく。長長に転ずると、曲は、 明晰な印象のうちに感動を秘めつつ終わる。トリオブは抜刀隊の歌詞で歌うことができ、時々現れる単音階は日本人好みではあるものの途中派単調から絵チ調への転調があり、歌いこなすのは少し難しい。本来更新曲であるため繰り返し演奏する。演奏によっては最後にもう一度前奏部を繰り返すこともある。トリオブの一部のフレーズは ルルーが日本の音楽を聞き取って財布したらしい、小娘という曲にも現れる。一方、一掛け二掛けという女児の古い遊び歌があり、この歌を単調にすると、トリオブの冒頭部分との若干の類似が感じられる。また、一掛け二掛けの歌詞が、軍歌、抜刀隊のテーマと同じ最後を高森を題材に、取っていることなどから、ルルーが日本の俗用等のメロディや時代背景に影響を、 受けつつ、イマジネーションを膨らませてこの曲を作ったとの推論も成り立つ。一方、口述するように、抜刀隊のメロディは、明治期において極めて多くの俗用、軍歌に歌い崩されて織り込まれている。従って、逆に、ルルーが革新的に普及させた西洋音楽のメロディの代表である、抜刀隊が、明治期以降の日本の俗用などに、 多大な影響を与えていったとの見方もできる。いずれの立場を取るにせよ、ルルーが日本の空気や民族的なメロディを陸軍分裂行進曲に十分に反映し、また他に反映させたものと言える。オペラ、カルメンとの理事について、ジョルジュビゼ作曲のオペラ、カルメンでアイフタマクの貫通を練った、レ・ドラゴンズ・ディ・アルカラと主旋律に共通点があるとする意見がある。 カルメンのフランス初演が1875年、ルルーの来日が1884年とほぼ同時期であることから、ルルーがカルメンの影響を受けた可能性も十分考えられる。ルルーがフランスで出版した抜刀隊のメロディを含む事故の作品中において、このカルメンのカンツ通ネッタと似ている部分を巧みに隠している不死があり、ルルー自身も カルメンとの関連を認めていることを図らずも、証明するとの研究もある。しかし、いずれにせよ、告示しているとまでは言い,いがたく、同一の曲とは言い得ない程度の類似である。1912年に日本で出版された分裂式更新曲、不創価の楽譜の一部、不創価の後部が切除され、その代わりに抜刀体が現在の形で挿入された。その後、 1902年に、さらにチューブが切除され、前奏後からすぐに、抜刀隊員の旋律に入るように改められ、現在の形となった。現在の状態で録音された SP レコードに、分裂式行進曲があり、同時期に、陸軍と山学校で教鞭をとっていた、ドイツ人作曲家フランツ・エッケルトが、最終的な火星を行った可能性がある。堀内慶造、人体依来、 青い処方、昭和9年 P52P53 に不創下更新曲の中のトリオの部分をカットして、その代わりに罰盗体の曲をトリオにした更新曲があるのです。これは大正5年に瀬能楽府から出た官兵式更新の初版がそれです。この譜の中ではすでに罰盗体の旋律が原行になっています。この更新曲は不相下と 罰党隊との合成です。すなわち助走と主部が、不走価、トリオが、罰党隊です。明治35年5月に、陸軍省で制定した、分裂更新局は、これの、不走価及び、罰党隊合成の更新局から主部を省き、助走から直にトリオに入るようになっています。ですから、不走価の名残渡助走だけになってしまったのですが、陸軍にある水槽落要素府に、 それでもな歩風草歌の台がついているのです。まさに、不草歌更新曲は、罰頭体に久しを貸して、もやに取られちまったのです。瀬能楽譜の完平式更新の第二版以後のものは、この方の歌です。ですから、不草歌と罰頭体とは、ミノルキワ上では、名称がゴ、ゴチや、ゴチやになってしまったのです。とある。元の、不草歌は、 陸軍分裂行進曲では前奏のみに残り、トリオ部分は完全に切除されて、抜刀隊がメインになった。一方、1912年出版の楽譜では、不創化の前奏、BCB メイソ B ーミーレビーラドウレドウ、BC で始まる不創化のトリオの繰り返し、抜刀隊のトリオの順番で編曲されており、当時、どこからどこまでが抜刀隊で不創化なのか、また、 陸軍分裂行進曲がどの編曲を言うものかはっきりしてはいなかったことがわかる。1912年出版のピアノ楽譜による不創価から分裂式行進曲現在でも陸軍分裂行進曲が不創価と呼ばれることもあるのはこうしたことがあるためである。現在市販の CD 等における陸軍分裂行進曲のアレンジは不創価の前奏、抜刀体のトリオもう一度。 草化の前奏で定着している。ありがとうございます。